業のコートにて食育キャンペーンを開催いたします。開催にあたりまして、土屋上田市長よりご挨拶を申し上げます。土屋市長よろしくお願いいたします。皆様おはようございます。今日は有吉様の太陽コートをお借りしましてですね、喋る力は生きる力、そしてまた朝食をしっかり食べようということで食育キャンペーンをですね、実施したいたしております。今日は上田六門線ロータリークラブの皆様のご協力もですねいただいておりまして大変ありがとうございます。朝食をですねしっかりと食べるということは、これは前々から言われておりますけども、なかなか取れない場合もありますし、いろんな状況もありますけども、今日ここでですねまたその朝食の大切さを改めて皆さんと一緒に認識して、そして健康な体を作っていくということが大事だと思っております。特に未来ある子どもたちの食育夏休み2021ということでですね、上田市も食育のプロジェクトを作りまして取り組んでおります。今日は大変猛暑の中でございますけれども、この涼しいこの場所をお借りしてですね開催いたします。そして食育に対しては地域特育体育の基礎であります。そういう意味で改めてこの時期に食育の大切さをですね皆さんと一緒に認識していきたいと思っております。そして、こちらではですね、管理栄養士さんによりますレシピの提供もありますし、また街角健康相談室もあります。そしてまた先ほどの六門線ロータリークラブの皆さんのご提供によります景品もございます。この会場を通り入り口からですねラリーをしていただきまして、それぞれ学びながら楽しんでいただければと思っております。それでは今日この有吉さんの場所をお借りしたことを心から感謝申し上げ、お集まりいただきました皆様、そしてご協力いただいた皆様に心から感謝申し上げまして、冒頭の挨拶をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。立ち上げ、上田の食で育む健康な体と豊かな心を基本理念に、各課と連携しながら食育に取り組んでいます。今回は朝食をメインテーマとして、食育について多くの市民の方々に知っていただくためのキャンペーンになります。キャンペーンについては4つのブースを回っていただいて、シールを集めていただくシールラリーの実施になります。楽しみながら食育について知っていただける内容になっていきます。それでは各ブースの説明をいたします。それでは1番の1日に必要な食事量の実物展示についてお話をさせていただきます。こちらのブースでは小学校低学年と30代女性が1日に必要な食事量の実物を展示しています。1日に必要な食品の食材で展示したものと、セブンプレミアムの商品を使用した1日の食事量の調理例を展示しています。1日に必要な食品をご覧ください。小学生と30代女性を比べると牛乳の量が大きく違います。大人は骨や体を維持するために 200ml の牛乳が必要ですが、小学生は体を成長させるために1日に牛乳が 400ml 必要になります。夏休みに入り、給食で牛乳を飲む機会が減っています。ご家庭でも意識的に牛乳を飲みたいですね。上田市の健康推進課では食育の重点的な取り組みとしてソルトマイナス3大作戦を掲げ、減塩に取り組んでいます。長野県の調査では男女ともに摂取目標よりも 3g 多く食塩を摂取しています。食塩の摂りすぎは血圧が高くなる原因と言われています。減塩は継続することがコツになります。
今はさまざまな減塩商品が販売されています。こちらのブースではアリオ上田で販売されている減塩食品を展示しています。日頃使っている調味料や加工品を減塩食品に置き換えると手軽に減塩することができます。それでは2番の朝食をしっかり食べようのブースになります。朝食は1日に活動していく中でとても重要な栄養の摂取源です。子どもの朝食欠食は栄養のバランスの偏りによる肥満や痩せにつながり、大人は肥満やメタボリックシンドロームにつながり、将来的に糖尿病などの生活習慣病の原因となります。こちらは上田市の朝食摂取の現状になります。幼児から青年期では小学生から高校生にかけて食べていない日が目立ちます。成人では若い世代と30代から40代の男性の欠食が目立ちます。こちらの内容は令和3年度3月の広報上田に学校教育課が掲載した記事の抜粋になります。朝ごはんの食べる内容によって成績が関係するという興味深い研究結果になっています。朝ごはんは単品ではなくおかずを組み合わせることで集中する脳を育てます。主食、炭水化物が含まれるご飯、パン、麺類など主菜であるタンパク質、脂質が含まれる肉、魚、卵、大豆製品など副菜、ビタミンやミネラルを含む野菜、果物、海藻などをバランスよく食べることが大切です。主食、主菜、副菜をすべて準備するのは難しい場合は冷凍食品や既製品を上手に利用することがおすすめです。こちらのブースではアリオ上田で販売されている商品でできる簡単な朝食を紹介しています。朝食を食べる習慣がない方はまずは何かを始めることから始めましょう。また単品の朝食になりがちな方は組み合わせを考えることから始めましょう。3番目のコーナーでは、信州上田七色農産物としまして、上田市のですね、さまざまな農産物の紹介をしております。上田市は晴れの日がとても多いっていう、特徴や、また昼と夜の気温差が激しいといった特徴がありまして、美味しい農産物を取るのに、美味しい農産物を生産するのに非常に適した、気候となっております。また畑の位置もですね、標高の低いところから高いところまでありますので、色とりどりの農産物が取れるということで、上田市では、信州上田七色農産物と名付けまして、多くの PR をしております。と、収穫された野菜については、市内の農産物直売所やスーパー等で販売しておりますので、ぜひとも探していただいて、購入していただければと思います。よろしくお願いします。4番の展示のコーナーでは食品ロスの展示を行っております。日本では年間約600万トン、1人に換算しますと毎日お茶碗1杯分のご飯が捨てられていることになります。食品ロスが大量に出ているという現状は地球温暖化の問題でしたり将来の食料危機の問題にも直面するということで今日本では重要な課題の一つとなっております。上田市におきましては、食品ロスを減らそうということで長野大学の学生さんと共同して、チラシを、食品ロスに関する家庭でできるチラシを作成しました。そちらのチラシには、買い物に行く前に、冷蔵庫の中身を確認して食べ残しを残すことを呼びかけていたり、どうすれば、食品ロスを減らせるか家庭でできることを簡単に実践できるような取り組みを書いております。こちらの展示を見ていただいて食品ロスについて考えていただいて食品ロスを減らすために皆さんのご協力をよろしくお願いします。
では朝食の欠食や朝食の内容が課題となっております。こちらのキャンペーンを通して日々の朝食を見直す機会にしていただければと思います。